こんにちは。今日は、ちいぽぽちゃんの特徴みたいなのを紹介しようと思うんだけど、みんなは、ちいぽぽちゃんが指をこうやってしゃぶれるの知ってた？自分でおしゃぶりできるんだよ。こうやってちょっと硬いんだけど、ぎゅーって持ってくと、ちいぽぽちゃんチュッチュすんの、ここ、指をほら、こうやって。チュッチュできるようになってたりとか、あとは私の指だとちょっと大きいかもしれないんだけど、小さい子の指をこうやってギュッて握る感じで、こっちの手ね、こっちの手こうやって指をギュッて持ってくれるんだよ。それがすごい可愛いの。な、指ギュッてしてくれて、すっごくかわいいちいぽぽちゃんなんだけど、今日はちいぽぽちゃんの特徴をやっていこうと思ったんだけど、髪の毛をもう一回ちょっと縛ってあげようかな。ちいぽぽちゃん、この間これでこのリボンで結んだんだけど、あんま可愛くなかったから、ちいぽぽちゃん、今度はお洋服に合わせて、こっちの紫のリボンの方がお洋服に合うかな。ちょっと色のバランス悪いかもしれないけど、ここのゾウさんと合ってるから、これで結んでみようかなって思います。じゃあ、ちいぽぽちゃんの髪を結んでこっか。溶かしてあげて、この辺をね、今度は結んであげたらもうちょっと可愛いかもしれないって思ったの。だからここ結んであげようか。ここをこうやって結んであげようかな。ちいぽぽちゃんの髪はすごい細くて柔らかいよ。柔らかくて短いから、ポコちゃんより、前のポコちゃんよりストレートヘアになってます、ちポコちゃんは。よし、こんな感じで。これだったら、どうかな？ちょっと可愛いかな？モンチッチみたいだね。お猿のモンチッチみたいで可愛いですね。どうですか？ちポコちゃん。これなら、ちいぽぽちゃん、みんなに可愛いって言ってもらえるかな。よし、これで、じゃあ完璧だね、ちいぽぽちゃん。じゃあ今日はこれでおしまいだよ。また見てね。バイバーイ。